ヘイリー・スタインフェルドはアメリカ合衆国の女優、歌手。映画、トゥルー・グリッド受賞当時カリフォルニア州、サウザン・ドオークス出身で、父親はユダヤ系、母方の祖父はフィリピンの家系である。公演兄弟作品、トゥルー・グリッドで数々の賞を受賞した。また、2011年にはイタリアのファッションブランド、ミューミューの2011から12へ。 W シーズンのキャラクターを務めた。2015年5月には、歌手テイラー、スウィフトのミュージックビデオ、バットブラッドに出演している。2015年の映画、ピッチ・パーフェクト2と、その続編、ピッチ・パーフェクト・ラストステージにエミリー・ジャンク役で出演。2016年には、映画、スイート・セブンティーン・モンスターに、ネディー・フランクリン役で主演し、 第74回ゴールデングローブ賞で主演女優賞にノミネートされた。2018年にはアニメ映画スパイダーマン、スパイダーバースにグウェン・ステーシー、スパイダー・グウェン役で声の出演。トランスフォーマーシリーズのスピンオフ映画バンブルビーにチャーリー・ワトソン役で主演した。テレビドラマでは2019年から放送されているディキンスン若き女性詩人の憂鬱に エミリー・ディキンスン役で主演。2021年放送予定のディズニー、オリジナルドラマシリーズである、マーベル・シネマティック・ユニバース作品、ホークアイにケイト・ビショップ、ホークアイ役で出演する。ありがとうございます。